どうも皆様お世話になっております。マッキナ YouTube のお時間です。はい、こんにちは、マッキナの太田です。はい、どうもマッキナの近藤です。いや社長、なんで外なんすか寒すぎるな。ちょっと雪降ってきたから面白いかなと思ってね、外で撮って見てるんやけど。そんなこれ雪国の人見たら怒られますよ。これはもう、まあ、はしゃぐなです。これぐらいで、これぐらいの雪ではしゃぐな言ってな、もう言われますよ、ほんまにもう、ね、アバルトも今日外止めてたら、ね、今ねちょっとこう白くなってきたんで、ね、そうですね、天井白くなってますからね、うん、はい、もう連日ねこう寒いで雪降ったり止んだりね、うん、続いてますけども、ね、今週2回目の雪かな、そうですね、うん、はい、ね、1月末寒いわ。そうですね、でもね、各公共交通機関も止まったり、ね、大変ですね。今水曜がね、大変ですからね。はい、うん、ね、まあね、今日ね、もし、ね、またうちの方に来られる方、ね、考えられてる方おったらね、またちょっとお気をつけてということで。本当にお気をつけてお越しください。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、します。はい、でまあ、毎回ながら、じゃあ、特に告知事項も今はなく、ね、うん、はい、この後、アバルト用の新製品をちょっと流すので、うん、ちょっとそれ楽しみ。そうですね、ちょっと見ていただけたらと、はい、はい、思います。お願いします。はい、じゃあまあね、もう寒いんでさっさと終わらしたいんでね、動画行きましょうか。はい、今日もね、はい、ここ数日の作業が取れてますんで、この後チェックしてみてください。はい、それでは今日の動画スタート。はい、今日の動画は店内からねスタートなんですけども、こちらねマッキナオリジナルで、アバルト500595695の車庫帳を作りまして、それの発表という形でねさせていただきます。ですね、実はマッキナがこの車庫帳を、オリジナルで作った背景には、まあ僕ねいつもおすすめさせてもらう非常にこうしなやかで、動きのいいカーベイの車庫帳があるんですけどもね、まあそのカーベイの車庫帳を使って今までいろいろこうセッティングをしまして、まあ、スポーツ走行、サーキット走行などをしているんですけども、カーベイでは内野のアッパーマウントね、こちらの、がっちりした剛性感のあるピロアッパーマウントで、まあ、上側でこのキャンバー調整ができるモデル、これが欲しかったんですよ。で、まあ、去年ね、アパレットのこの車庫帳では HKS がねこういう方式を取ってきたんですけども、まあ、非常にお値段が高いというのもあって、マッキナオリジナルで、ああいうような、クオリティでスペックのね車庫帳が作れないかというので、去年からいろいろ開発を進めてました。で納得の、いくものがねやっとできましたんで、発表というね形になります。でまずね、今見ていただいたこのアッパーマウント、非常にこの厚みがある剛性感たっぷりな、アルマイトブルーのアッパーマウントでして、で、HKS 同様その車体のね、水抜きの穴が前後にあるんですけど、そこにこうがっちり、止める、マウントする方式になります。でこちらのキャンバー、これはスライドをしてキャンバー調整をできるタイプ、アッパーマウントでスライドしてねキャンバー調整できるタイプで、減衰ノブがこれついてますけど、18段の、減衰調整が可能ですね。ワンウェイで調整可能という形です。で全長調整式になりますので、こちらの、ブルーのリング、下側のブルーのリングですね、これを動かしてこのストラット、ここを、上下させて車高が調整できるモデルですね。まあ、このフロントのこのアッパーマウントが一つのトピックかなと思います。でフロントはこのスタビライザーのリンク、これもセットで調整式だから、スタビの効き具合もこのスタビリンクを使って、変えれます。でリアのショックもね、こういうような視点がここなんですけど、よくね動画で見ていただくと思うんですけど、非常にこう斜めにマウントされるリアショックでして、これはそのもともとストローク量の少ないアバルトの足をいかにストローク量を、減らさずに、動かせるか、これがまあ一つの肝なんですけどもね、視点を、これ下側の視点です。下側の視点をオフセットさせてショックがその上を通ってるんですね。ですから
ここの、どういったらいいですか、下のブラケットを回してショックのストローク量を変えれるんですね。だこういう工夫をしてショックの、オイル量を稼ぐ、で動きを良くするという、まあ、こういうタイプです。で上側のここに減衰のダイヤルがついてまして、ここで、硬さ、まあ、減衰力を調整できるというねタイプになります。でこれはリアの、スプリングと車高を調整するアジャスター、こういう形の構成ですね。で、これね、まあ、ちょっと具体的な金額は控えるんですけども、税別30万以下で買えるフルスペックの車高調になります。で今年ね、実は前回の動画でも実はお伝えしたんですけども、カーベイのバージョン1というねマッキナでは非常に売れてる車高調があるんですけど、大幅な定価改正が2月からありまして、6万なんぼ上がります。ですから、これが30万以下で買えるとなるとね、ちょっとこうアバルト今年からの車高調の選択肢に変化があると思うんですね。まあ、バージョン1はバージョン1でもちろんいいんですけども、金額が高くなることでこういう上級車高調が今度視野に入ってくるんですよね。ですから皆さんぜひこのご興味あればね、選択肢に入れていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、まあこういうね、新型の車高調、これのご紹介でした。はい、こちらは M 様の、日産のノートオーラになります。今ね早速リフトアップをしてタイヤを外してるんですけどね、以前このブリッツの車高調で、べったりローダウンをしていただいてたんです。で、ホイールのマッチングまで取っておりまして、今日のプランがこちら、待ちに待った、アドバンの TC4、 こちらのホワイト17インチをインストールさせていただきます。白ボディでこの、白のねシンプルな5本スポーク、これはむちゃくちゃ爽やかでスポーティーで綺麗に決まるはずなのでね、すごい楽しみです。はい、ではやっていきます。はい、M 様の、日産のオートオーラ、ホイール取り付け完了です。どうですか、このアドバンの TC4 のホワイト、これむちゃくちゃやっぱりかっこいいですね。でこのノートオーラのねこの白ボディと相まってすごい似合ってるなと思います。また車高もねそのブリッツ側を、調整しましてね、微調整をね今させていただいたんで、この低車高で、これできっちり走れるようにねちょっと仕上げさせていただきました。で面具合も完璧なんですよ。これフロントですね、本当にフェンダーから糸を垂らしたところにホイールのリムが来てるという。リアも抜群なんです。ほらすごくないですか。ワンピースホイールなんでねやっぱりサイズがこう決まってますんで、なかなかねここまで持ってくるのは大変なんですけども、ドンピシャに本当にうまくいったなと思いますね。でこの M 様のノートオーラはこのルーフね、もともとこのグロスのブラックで塗装しているこのツートンモデルなんですよね。ですから非常に車高の低さも際立って、まあ実際低いんですけどね、すごいこう際立ってるなと思います。でも今のこの日産顔ってむちゃくちゃかっこいいですよね。ヘッドライトがすごいシャープで、もうキリッとね切れ上がったようなこう目つきになってますね。はい、こんな感じでね素晴らしい足元に決まった M 様の、日産のノートオーラになります。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました N 様の、レクサスの LX570 になります。こちらはブラックエディションで、グリルとかねもともとこうスモークがかってたんですね、スピンドルグリルの枠で。ちょっとね作業動画なくもうご紹介だけなんですけど、実はねこちらのスピンドルグリルの枠、
これ 3M の2080のグロスブラックで、ラッピングを今させていただいたんですね。で、ブラックエディションなので、まあ、あのスモークかかったちょっとこう茶色っぽいこのスピンドルグリルの枠なんですけども、こちらの下のこのハーフスポイラーのここもこれグロスブラックのラッピングをしてるんですけど、こちらは普通の、クロムメッキなんですよね。でこのグリルスピンドルだけがそのちょっと茶色っぽい、ブラックエディションの、色だったので、もう統一感を持たしたいということで、両方ともこういう形で 3M の、2080グロスブラック、こちらで施工をしたというね、まあ、そういう形になります。こうすることでやっぱりすごく引き締まるんですよね。もうこのフロントフェイス、まあ今のねレクサスはすごくこういかつい顔をねしてますけども、メッキはねもちろん高級感があってそれはそれでいいんですけども、やっぱりこうね黒に引き締まるとすごくかっこいいなと、高級感の中にもこうスポーティーなね要素がすごく入っていいなと思います。はい、こんな感じでねラッピングで仕上げさせていただいた N 様のレクサス LX になります。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました T 様のアバルト595になります。こちらはシリーズ3までのモデル、いわゆる前期型の、ね、モデルになりまして、今走行距離がまあ8万ほど走られてて、乗り味のフィーリングがまあ悪いという、ね、ことだったので、今回ご依頼いただいたのがこちら。まずショックですね、いつものカーベイのバージョン1、こちらでローダウンをさせてもらうと同時に、まあ、おそらくショックのね、純正ショックの、オイルとガスがもう抜けてるようなフィーリングだったので、リフレッシュメニューも兼ねてね、こちらの川辺のバージョン1を装着させていただきます。で、ホイールとタイヤですね、タイヤもねかなりもう減っておりまして、アジアンタイヤで結構ツルツルなのでね、路面からの突き上げ感もまあすごかったんですね。でこちらの、今のミシュランのパイロットスポーツ5、こちらで非常にまあ乗り味が良くなる予定ですね。で、リフレッシュでホイールもということで、以前ねちょっとご紹介したんですけど、マッキナではねこの特化で今このスパルコのプロコルサというこちらのブラックのメッシュホイール、これを、3台分、在庫で置いております。まあドレスアップ兼リフレッシュという形でね使っていただけたらいいのかなと思うんですけども、こちらの17インチを装着させていただきます。はい、これでねまた最後試運転楽しみなんですけどね、劇的に変わるはずなので、慎重にやっていきます。はい、アバルト595にカーベイのバージョン1車庫帳装着完了です。こちらのいつものストラット形式の、ショックを持ってまして、下の、ストラットの部分でキャンバー調整が可能ですね。でリアがこういう斜めにねマウントされたいつものショックでして、このイエローのスプリングがついてまして、その下側のこのパープルのアジャスターで車高調整が可能というね、まあこういう商品です。マキナではね非常にこう、人気がありまして、こちらのプラン多いんですけどもね、前回の動画でも実は言ったんですけども、2月から非常に定価が上がります。価格改正がありましてね、ちょっとこの1月までの価格では今後はちょっと、厳しいので、来月からね、価格がかなり変わります。で選択肢がねちょっと、違ってくる可能性があるんですけども、まあ引き続きねこのカーベイバージョン1非常にしなやかなショックを持ってますんでね、ご検討いただけたらと思います。はい、引き続きやっていきます。はい、 T 様のアバルト595、タイヤホイール車庫帳取り付け完了です。はい、ひときわ目を引くこちらの綺麗なグロスブラックのスパルコのね、プロコルサ、こちらがねすごくシャープなメッシュ形状を持ってまして、サイズもね 7.5J なので非常にこう辛い時間もいいですしね、かっこいいです。足元がすごい引き締まりました。でこういうつらい位置で設定をさせていただいてます。でタイヤもねミシュランのパイロットスポーツ5ですので、やはり乗り味のフィーリング激変しました。やっぱりカーベイのショックプラスこのミシュランのパイロットスポーツ5でねここまで変わるかっていうぐらいやっぱり変わりますね。
で、あの純正ショックがね、やはりあの8万キロオーバーあの使われてたので結構へたってましたのでね、明らかにリフレッシュした乗り味という形になってますね。はい、これでね、今年またあの気持ちいいねドライブを楽しんでいただけたらと思います。 T 様ご依頼ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、奈良県から新規ご依頼いただきました T 様のアバルト 595C になります。今回ご予約をいただきましたのはこちらですね。マッキナでは大人気、カーベイバージョン1車庫調でのローダウンという形になります。前回の YouTube でお伝えをしたんですけどね、2月からあの定価が非常に上がりますんで、まあ今が急定価で買えるラストチャンスということでね、予約が殺到しております。あのメール問い合わせもね非常に多い、形なんですけどもね、まあそういう形で、ご予約をいただいております。でこちらのアスのトップマウントブッシュ、こちらも、同時に装着させていただきますので、フロントのフィッティングもね、非常に良くなるプランになります。はい、では慎重にやっていきます。はい、アパルト595にカーベイのバージョン1車庫調装着完了です。こういうまあいつものねストラット方式になりまして、下のストラットボルトのところで、キャンバー調整が可能な車庫調になります。すでにトップマウント、こちらはあのアスのトップマウントブッシュ、こちらもね装着完了です。でリアもこちらのいつもの斜めにマウントされたストローク量を稼ぐためにね工夫されたこのマウント方式ですね。でこの黒いショックとこのイエローのスプリングで、下に、車高調整のできるパープルのアジャスターというこういう構成になります。はい、ではホイールをつけて設置させて試運転となります。はい、奈良県から新車でご依頼いただきました T 様のアバルト 595C、 カーベイ車庫調取り付け完了です。はい、こういう形で、いつものマッキナ仕上げ、フロントで僕の指、約1本から1本半のフェンダークリアランスですね、リアで約1本半というところできっちり設定をさせていただきました。で、スペーサーもね追加でご注文いただきまして、こんな感じの面具合ですね。フェンダーから糸を垂らしたところにタイヤが来ているようなイメージですね。こういう形で綺麗に仕上がってます。で試運転までね済ましたんですけど、まあ非常にフラットライド、上下運動がね非常にこう少なくなってますんで、目線がねあまり動かない、これが非常にこう快適なドライビングにつながりますし、疲れにくいんですね。でさらにドライブもすごく楽しくなるというね形です。しかしね、今日はあの金曜日なんですけどね、水曜日にこちらの方はあの大阪泉州はね大雪で、大変やったんですよね。もうここら辺真っ白やったんですけども、今日はあいにくの雨でね結構降ってます。でむちゃくちゃ寒いですね。でこんな中ね本当に新車で、ご依頼いただきね非常にありがたいなと思っております。またあの次のプランもねちょっと予約、いただきましたので、次回あの2月以降ですね、またあのさせていただこうと思います。はい、雨ですけどもね、気をつけてお帰りください。 T 様ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。マッキナの近藤です。はい、今回はですね、H 様の、アバルト595コンペティツォーネ、これねちょっと紹介させていただきたいと思います。今回は、塗装と水圧洗車のプランでご依頼いただきました。はい、まずですね、まあ、定番なんですけども、はい、こちらのね、バンパーのサイドメッシュ、はい、ここをグロスブラックで、ではい、ここのね、メインの、バンパーガーニッシュ、はい、ここをもグロスブラックで、で今回はですねこのフォグ周りのカバー、ここは、何もせず、はい、このままという形です。はい、なかなかこういう形もありですね。はい、こんな感じです。で、
はい、エンチ様はね、あの一休オートデザインさんで、ね、この、フロントバンパーのこのエンブレム周りのねメッシュ加工されていて、そこの、メッシュ部分ね、もともと樹脂だったんですけども、ここもグロスブラックで塗装させていただきました。はい、ね、こんな感じです。で、後ろ回りまして、はい、ね、ここの、リアバンパーね、下のディフューザーに、つけるこのね、ディフューザーバッジ、はい、この部分を、ちょっとね画像では分かりにくいんですけども、これキャンディーオレンジカーボンで、はい、施工させていただきました。はい、で H さんはね、あのホイールナット、これがオレンジなので、ね、これと合わせてということで、はい、もうねワンポイントですごくいい感じになりました。はい、こんな感じです。はい、で H 様はこのボンネットですね、はい、これディベルティさんの、ボンネットなんですけども、実はこれ多分この今ね見てる動画では通常のガンメタなんですけども、これ実は分かるかな、これカーボン製なんですけども、ちょっと光を当ててみようかな。はい、ちょっとね光当てたら分かるかな、ちょっと分かりにくいかな、あ、うっすらと見えますかね。はい、あ、見えますかね。はい、こんな感じです。はいね、これあのディベルティさんの、カーボンボンネットを、ディベルティさんの方で、まあ、ガンメタのねこのゴーストペイント、はい、されていて、まあ、光の加減でこのカーボンが見える、まあ、光が当たればカーボンが見えるという、はい、施工をしておられます。で、この部分がこのサイドミラー、ね、サイドミラーカバーとこの、フロントバンパーのインサートで、先のねリアディフューザーのところのね、フィン、ここもこの仕様でされておられます。はい、なかなかね個性的なんです。はい、でちょっとね内装も少し見させていただきたいんですけども、はい、これねもうアバルト乗りの方だったらね、もうこれはと思われるかもしれないんですけども、 H 様は一級オートデザインさんの方にね、お車預けまして、この4連メーターのこの加工をされておられます。はい、これむちゃくちゃ綺麗ですよね、やっぱ作り込みうまいですよね。はい、こんな感じです。はい、ね、ちょっとね、まあ、塗装と水圧転写でこれねちょっとイメチェンした、ね、アバルトなんですけども、ね、また今後ね、また第2回という形で、次のカスタムプランもありますので、はい、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また全国の皆様のカスタムの参考になればいいなと思います、はい、ぜひ引き続きチャンネル登録高評価もお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画までさよなら。さよなら。もう社長早い中入りましょうね。はい、はい、さよなら。